Modify Triple D. Fight with the power of Impact Monsters. And make new friends. Let's go, Ball! Impact Call! Unleash Impact Dragon! Now on sale. Bushiroad. Vanguard G. Card fights have evolved to the next stage. Introducing the new power of G Guardian for all the clans. Fighters Collection 2016. Available May 20th. Bushiroad. スイッチ？何これ押していいのかな？いやいや、勝手に押したらまずいよな。マイカ、こっち！バイル！ミュバイル！押すんじゃなかった！フューチャーカードバディファイトとは、君自身がモンスターを相棒にして共に戦うカードゲームだ。そしてその相棒となるバディモンスターたちはついに新たなる力を手に入れた。その名は必殺モンスター。さあ数えろ、貴様のドロップゾーンに落ちたカードの数を。僕のドロップゾーンにあるカードは13枚。さあ来い。いいだろう。今のアビゲールの打撃力は6。そしてその攻撃が無効化されることはない。宇宙の塵となれ。バニシングデスホール。これが俺たちの力だ。でもモンスターの枚数かな。なら移動の能力を使ってみるのはどうだ。このカードとか黒天の竜ブラックドットか。なるほど、守りにも使えるサイズ1のモンスターか。そうなるとアイテムも見直したいな。バルナックルじゃダメなのか。次のターンにつなぐとなればこの太陽剣
バルガードも役に立つはずだ。こいつはちょっと普通のアイテムとは違うぜ。バルにも見せる。バル、ほらダメだって。バルも勝つために何かしたい。バル、バル、ジャックに聞いてくる。バル、誰もいない。バル、タイガーボーイ、うん、おい、あそこ。なんだ、なんだ、ガオーンとこのチビドラゴンじゃねえか。あ、猫シャツ。ドラだっつーの。おう、お主が噂の太陽の竜バルドラゴンか。誰バル。俺のバディさ。栄光の騎士エルキホーテじゃ。よろしくな。よろしくバル。どうして誰もいないバル。当たり前だろ、生徒はみんなファイティングステージにファイトを見に行ってるぜ。そうバルか。誰かを探しておるのか。うん、ジャックに聞きたいことがあって。うん、ジャックなら今ちょうどファイトしてるところだな。必殺コール、ゲージさんを払い、ジャックナイフを必殺モンスターに。とどめだジャック。オールバスターターミネイター。に勝ち方を教わりに来た。バル、デッキのことはまだよくわからない。バル、だから他に勝利に貢献か。そうバル、勝利に貢献する方法はジャックに教えてもらいたくて。それは難しい質問じゃな。そうバル、所詮バディファイトは運ゲーさ。最後は運の強いやつが勝つんだよ。え、ということはここまで勝ち残っているお主も相当運が強いということじゃな、タイガーボーイ。俺の場合は実力だ。運が強ければ勝てるバルね。どうすれば運は強くなるバル。お守りとか開運グッズを買うとか、あとはラッキーカラーとか、中には名前とか変えるやつもいるけどな。分かったバル。おい、このデッキなら相手が誰だろうと負ける気がしないぜ。あ、タスク先輩勝ったって。当然だな、俺たちもそろそろ行こうぜ。そういやバルはどこ行ったんだ。ただいまバル。バル、なんだその格好は。バルの今日のラッキーカラーはゴールドだバル。ラッキーフードはたこ焼きとエアインチョコ。ラッキーナンバーは9。だからたこ焼きとエアインチョコを9個ずつ買ってきたバル。それからお守りに水晶玉、蛇の抜け殻、蹄鉄、いろいろ開運グッズがあるバル。どういうこと。バディファイトは運ゲーだバル。運が強い方が勝つバル。だから運が強くなるよういろんなものを買ってきたバル。バルちゃん買いすぎ。肝心なこと忘れてたバル。今日からガオ新しい名前にするバル。新しい名前。生命判断で今よりずっと運の強い名前をつけてもらったバル。これでバディチャンピオン間違いなしバル。どんな名前かしら。がっかりさせんなよ。ミカドがっかり。がっかり。マジでがっかりな名前だな。まったく、なんで俺がそんな変な名前にしなきゃなんねんだよ。だってこの名前の方が勝てるバル。俺は名前でファイトしてんじゃない。開運グッズだっていらねえ。せっかく集めたのにガオーと別れてやばれ。敵が。悪いな。俺が運ゲーなんて言ったせいで。登る、どうした？
お前の口から悪いななんて言葉初めて聞いた。確かにな。俺のせいで負けたなんて言われたくねえからな。あ、ジジ、チビドラゴンを探しに行くぞ。うん、俺も。待てガオ、試合開始までもう時間がない。お前は動くな。でものんびり探してる暇はねえ。お前のファイト俺より前だろ。最悪バルちゃんが間に合わなくても不先輩は避けられるわ。わかった。登るだけ頼む。おう。ガオーの試合開始は午後3時。それがタイムリミットだ。あんな短時間にこれだけのものを集めるなんて、一生懸命走り回ったのね。そうだよな。あいつも必死に勝とうとしてたんだよな。なのに俺は。どこにいるんだよあいつは。立ち寄りそうなところは全部探したぞ。タイガーボーイ、あれを。移動式のピザよ。あいつ、どうやらピザの焼けを利用してそのまま寝てしまったようじゃな。時間は遅かったか。 The epic battle returns. Gather your magical powers, ready your weapons, and fight the ultimate battle. Fate Stay Night Unlimited Bladeworks Volume 2 Booster Pack and Meister Set now on sale. Bushiroad.Imagine it. The resurrecting flames of the apocalypse. This is my true form. Vanguard G Legend Deck. The Overlord Blaze. Toshiki Kai. Now on sale. Bushiroad. ガオーの悪運も尽きたみてえだな。せっかく見つけたというのに。くぐるか。ああ、やっと見つけた。けど今からじゃ、前の試合がまだ終わってないだと。さあそろそろ観念するですし。聖風会団長トドロキゲンマ、おはや貴様に逆転する術はない。手札もゲージもなくてどうやって勝つつもりだげ。時間稼ぎをしていれば奇跡が起こるかもしれないですし、空から何か降ってきてゲンマを再起不能にするとか。マゴロク、それ本気で言ってんのげ。間に合ったか。起きろよバル、時間だ。いや、ここは一緒にバディファイトしようぜ。ガオー、どうせバルの開運グッズは役に立たない。バル、お前の集めてくれたグッズならここだ。ん、さっきは悪かった。これにはお前の勝ちたいって気持ちが詰まってるもんな。大切に使わせてもらうよ。ガオ、名前だけは勘弁な。勝手に変えたら父ちゃんと母ちゃんががっかりしちまうからな。仕方ないバレ。俺たちはバディだ。一緒にバディチャンピオンになろうぜ。もちろんバレ。次のファイターは戦国学園中等部2年ルーキー委員長を務める霧雨小雪選手です。続きまして、相棒学園初等部6年、人呼んで太陽番長、帝ガオー選手だ。開運グッズパワーで絶対勝つ。バル頑張れガオー兄ちゃん。バルちゃんもしっかり。俺の次の相手お前だったよな、クローズガイト。ガオーにまぐれで勝ったって偉そうにしてるそうじゃねえか。言っとくけど俺もガオーには勝ってるからな。俺に勝てると思うなよ運ゲー野郎。無視かよ。次の試合貴様は負ける。なんだと。なぜなら人は変えようのない運命によって支配されてるからだ。必殺コール、ゲージさんを払い、バルドラゴンを必殺モンスターに。
とどめだ。バルはサイズ2、攻撃力11000、防御力6000、打撃力4のモンスターとなり、この攻撃は無効化されない。バルバーストスマッシュ。これが噂の必殺モンスターか。ゲームエンド。みんな見たのか。おっ、ありがとうございました。やった、バル。ミカドガオー選手、強敵の霧雨小雪選手を下し、ベスト8進出だ。なんとか勝てたな。バクちゃんのデッキとバルちゃんの活躍のおかげね。勝ったぜ。勝った、バル。さあ、聞こされちまったな。ありがとな、ノボル。お前がバルを見つけてくれたおかげだ。猫シャツも頑張る、バル。トラだ。あんなネクラ野郎なんかに負けるかよ。先に待ってろ、すぐに追いつく。はあ。良きライバルか。はっ、どうした、アバル。猫シャツの分も買っておいたのに渡すの忘れた、バル。いよいよ本日最終戦、ベスト8最後の一枠をかけて戦うのは工藤昇選手とクローズ海藤選手、共に相棒学園6年生です。大地を貫け、空を浮かせ、ルミナイツ、ティガーナイツ。ここからは闇の時間だ。ルミナイズ、うつろなる黒竜、バニーファイ、オープンザフラッグ、ダンジョンワールド、ダークネスドラゴンワールド。先行は古道選手。ダンジョンワールドには猛虎の槍アイデンティガー、千個の槍ブリッツティガーという2本同時に装備できるアイテムがありますからね。二刀流攻撃で瞬殺ですよ、瞬殺。だから解説するほどじゃないですよね。もう鼻とかほじっちゃおう。ダッシュ、行くぞや猛虎の槍アイデンティガー。いざ登れ。猫シャツには勝ってほしい、バル。でもガイトとアビゲイルともファイトしたい、バル。ドロー、チャージ&ドロー。レフトに黒き炎インフレーム、センターに黒き不夜城ディムボルギル、ライトに黒きウリカゴクレイブルス。何体モンスターをコールしようと関係ないぜ。ブリッツティーガーさえ手札にくれば二刀流で一気に蹴散らしてやる。キャスト、ブラックドレイン。ブリッツティーガーが昇る選手のデッキを破壊して KGG プラス、そしてガイト選手のアタック開始だ。でもブリッツティーガーは、そう、1枚だけじゃないはずだ。キャプトン、シャルサーナの加護。俺のターン終了だ。ブリッツティーガー、この手で引いてみせるぜ。俺のターン、ドロー、チャージ&ドロー。どうやらブリッツティーガーは来なかった模様。次だ、次のターンがある。次のターンだと？お前に次のターンなど回ってこない、永久に。何？ガイト選手、バビーコアだ。手札1枚を捨ててアビゲイルの能力発動。危ないの風、バドモンスター1体を破壊し、そのサイズ分相手のデッキも破壊します。またブリッツディーガーが、なんだよこれ。やられたのが他のカードで、ブリッツディーガーがドローできてりゃまるっきり違う展開になってるはず。だから運ゲーだっつんだよ、バディファイトは。確かに運の要素もあるじゃろ。だがお主、運をつかむために何かしたのか。頑張れ猫ちゃんじゃ、勝負はこれからだ、バル。バルがついてる、バル。チビドラゴン、あのおチビさんのやったことは確かに見当外れで無意味だったかもしれん。だが運をつかむため
勝つために必死にやったことだ。運というやつはそういうもののところにやってくるのではないのかな。黙れ、ジジイ。お主が何もしないのは負けた時に運のせいにできず自分の実力不足を。黙れって言ってるだろ。その望み叶えてやる。黙らせてやったぞ。黒きゆりかごフレイブルスの効果でさらにデッキを破壊。またブリッツティーガーが。燃えろ。ブリッツティーガーはまだデッキに1枚ある。次のターンはないと言ったはずだ。何？ファイナルフェイズ。このネクラ野郎がセンターに必殺コール。これは激ヤバです。ゾンビーゲージ3を払いアビゲールを必殺モンスターに。やっぱりです。ゾンビーサイズ3、攻撃力防御力ともに8000、打撃力3のモンスターとなる。ファイトの力を思い知るがいい。宇宙の塵となれ。アニシグデスホール。くそー。ゲームエンド。リーダークローズガイト。見事ベスト8進出。これにより WBC カップ超東京大会ベスト8が出揃いました。登る。ついてなかったな。まさかブリッツティーガーが3枚もドロップゾーンに送られるなんて。まあな。けど運も実力のうちさ。猫シャツ。とらっつってんだろ。これ渡すの忘れてた。バルもらっといてやるよ。あら、暗算祈願のお守りだわ。暗算、こんなのいるか。では改めてベスト8を決めた8人の選手を紹介します。まずは相棒学園中等部ナンバーワンの呼び声も高い轟玄馬選手。続いて先日相棒学園中等部に転校してきたバディファイト界のプリンス、元バディポリスの遊園児タスク選手。今大会の台風の目、クローズガイト選手。2つの笑顔を持つ男、影を渡る選手。正体不明のマスクマン、マスカレイド選手。そしておなじみ、ミカドガオー選手。目指せバディチャンピオン。ガオちゃん、マルちゃん。ロボ使いの風切りダッシュ選手。最後に別会場で勝ち上がった選手がこちらに向かっているとのことです。あれは漁船のようだ。きっとあれでここに来るバルや。船じゃ無理だって。しかし全くスピードを緩める気配がないぞ。ぶつかる。ぶつけた。待たせたな。わしがカイドウ大じゃ。Vanguard G and Buddy Fight Triple G. All you need to start playing are in these start decks. Let's start card games together. Bushiroad. Vi Schwartz. The Cinderella Project continues on the stage of Vi Schwartz. The Idol Master Cinderella Girls Trial Deck Booster Pack and Meister Set now on sale. Bushiroad.今日の必勝カード、黒き紫竜アビゲール。手札1枚捨てればモンスターを何でも破壊、サイズ分だけデッキも破壊、相手のドロップゾーンをさらに増やせるぜ。破壊しすぎバル。ホイッスル響かせ、ただ何でもかいつ欲しい。
くファイトしないでほしいバル。ジャックたちに負けたらフリルちゃんお仕置きされちゃうバル。次回萌え萌え愛と勇気の征服戦士ブレザーフリルでバディーバイバル。